どうも、ハイキョウです。今日はこちら、スズキの V ストローム 250SX の試乗レビューをしたいと思います。ジクサー250とエンジンとフレームが共通の兄弟車両となっているんですけれども、どんな乗り味なのか、今回はこちらの車両の魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずは V ストローム 250SX の足つきをチェックします。こちらの車両のシート高は 835mm、 車両重量は 164kg です。僕の身長は 164cm、 体重は 59kg。 今日履いているライディングブーツのつま先のソール厚は 2cm となります。それでは実際にまたがってみます。前の方に行くほどシートは狭くなってるんですけど、一番前に座ると結構ね、ステップにすねが当たっちゃうんですよ。なので少し後ろ側に座る形になりますね。サスペンションはちょっとオフ車系とは思えないぐらい硬いですね。思ったほどストロークしない印象です。両足は正直つかないです。片足はですね、つま先はしっかりつくんですけど、かかとは全然浮いちゃうような感じですね。同じシート高の CRF の250乗ってるんですけど、比べると足つきはかなり悪いです。ではまたがったまま押し引きしてみます。車両重量はまあ軽いので押し引きもそんなに大変ではないんですけど、まあでもちょっとつま先しかつかないんでちょっと大変ですね。スタンドは出せます。それではディテールをチェックします。それでは V ストローム 250SX の装備をチェックしていきたいと思います。ヘッドライトは LED ヘッドライトが採用されています。ウィンカーは一般的なバルブですね。ウィンドスクリーンが標準装備となっています。この取り付け方だと車外のスクリーンとかに交換するのも難しくなさそうですね。とナックルガードも標準装備です。アドベンチャーバイクの特徴たるこのくちばしは結構しっかり主張してますね。フロントフォークは整列フォークとなります。ブレーキに関してはシングルディスクに2ポットキャリパーですね。でこのバイブレっていうのは ASEAN 地域向けのブレンボの派生ブランドになりますね。 ABS が標準装備となっています。エンジンは油冷の単気筒 250cc エンジンが採用されてます。かなりコンパクトな感じしますよね。あとね、エンジンガードが標準装備となります。こちらがステップになるんですけど、これ結構ね大きいんですよ。でこのマフラーガードと近いので意外とねこんな感じでかかとが当たっちゃうんですよね。ここちょっと改善できたら嬉しかったなと思いますね。とこちらがタンデムステップになるんですけれども、荷物をかける時とかに便利そうですね。マフラーの出口が2つになっていて、なんか攻撃的なデザインですね。でリアのブレーキに関してはシングルディスクにシングルポットキャリパーとなります。リアのテールユニットは LED タイプとなります。それとリアキャリアが標準装備ですね。この天板のパターンだとユニバーサルタイプのリアボックスのベースはまあなんとか取り付けできそうな気がしますね。荷掛けフックがついているのは嬉しいですね。シートはメインシート、タンデムシートともにですねかなり肉厚な感じで、結構ね座り心地は良好です。メインのシートは前の方に行くにつれてしっかり絞られてるんですけど、前の方に座るとステップが当たってしまうのでちょっと後ろ気味に座る形になりますね。タンデムシートは鍵で開閉できる形になってます。こちらがシート下なんですけど、まあ、結構スペースはあるので ETC の車載機とかは余裕で収まりそうです。こちらがタンクになります。エアプレーンキャップ方式になっていて、こちらの容量は12リッターとなります。リアショックはモノショックとなります。ホワイトのスプリングが結構インパクトありますね。プリロードの調整もできるようになっています。左の集中スイッチは下からホーム、ウィンカー、ヘッドライトのコントロールスイッチ、それと後ろ側にパッシングのスイッチがあります。右側の集中スイッチは下側にセルスターター、上側にはキルスイッチがあります。ハンドルの径は 22.2π ですね。結構アップタイプのハンドルが採用されています。こちらはフルデジタルメーターですね。こちらはシフトポジションインジケーターとか平均燃費も表示されます。メーターの横側には USB 電源がありました。こちらの出力は 2A となります。タイヤはブロックパターンなんですけれども、フロントが19インチ、リアは17インチです。フロントの幅は 100mm、 リアは 140mm となります。
はい、それではですね、Vストローム 250SX の試乗していきたいと思います。この車両クラッチを握りながらじゃないとセルスターターが回らないですね。ただスズキイージースタートシステムがついているので、ワンプッシュでエンジンがかかるまでセルモーターが回る形になっています。それでは試乗していきたいと思います。さあ、本来であればですね、こちらの Vストローム 250SX に関してはジクサー250の兄弟車両となりますので、まあ、どんな感じで違うのかっていうのをお伝えできるのが一番いいかとは思うんですけども、結構ね試乗したのが前なんですよね。なのでね、ちょっと明確にジクサー250とここが違うよっていうのは今回お伝えできないんじゃないかなと思います。ただジクサー250に関してもすごくねパンチが効いていて気持ちがいいバイクだったなっていう印象があります。スズキのねこの揺れのエンジンはねなかなかいいんですよ。まあ、その辺のね特徴は覚えてますので、まあ、なんか違いが感じられたらね、その辺もお伝えしていければなと思っています。でまずポジションなんですけれども、まあ、足つきの時にも言ったようにですね、少し後ろ側に座らないとステップに足が当たっちゃうんですよね。なのでやや前傾っていう形になりますね。前の方に座るとほぼ直立っていう感じになるんですけど、あんま前に座るとねもうダメです、すねが当たっちゃう感じになるんで、ちょっと後ろの方に座ってあげるとやや前傾になるかなっていう感じですね。で今はもう慣れたんですけど、まあ、スズキにこの車両を借りに行ってですね、一番初めに感じたのはあれちょっとクラッチ重いなっていうのは正直感じました。というのもこの車両ですね、車両説明のホームページとかを見る限りではアシストクラッチがついてないんですよね。最近の 250cc の車両ってね結構アシストクラッチがついてるバイクが多いんですよ。でこの車両はおそらくついていないので、握った瞬間にあれちょっと重いなっていうのが感じました。たださっきも言ったようにね、もう慣れました排気量がそんなに大きいわけではないので、もう重くて重くてしんどいっていう感じではないんですよね。ただ最近のバイクに乗り慣れてると握った瞬間あれなんかちょっと思ってるより重いっていうのは感じるんじゃないかと思います。ここの道路はですね、もう30キロの規制の道路なので、まあ、周りの車も結構まったり走っていてですね、僕も前の車に合わせて30キロから40キロぐらいで走ってる形なんですけれども、ギアはですね30キロ付近だと4速チョイスという感じですね。40キロまで上がってくると5速という感じになるんですけど、結構ねこの低い回転数だと適度にこのパルス感っていうんですかね、これが感じられていいですね。で結構このホイールベースがですね、おそらくジクサ250より長いんじゃないかと思うんですよね。なので結構ね安定感もあります。車体が軽いんですけどビシッと安定しているので、なんかこんな感じでですね下道をまったり走ってるっていうのも非常に気持ちがいいですね。4速で今2000回転ちょっとぐらいっていう回転で走ってるんですけど、40キロ巡航とても気持ちがいいですね。でウィンドスクリーンなんですけれども、これねまあ、結構高さとしては胸ぐらいかな、僕の身長だと胸よりちょっと下ぐらいかなっていう感じなんですけれども、まあ、しっかり風は防いでくれますね。この首から下ぐらいの風が結構防がれてるかなっていう感じがします。ただですね、まあ、このぐらいのアドベンチャーのスクリーンについてるとですね、人によっては結構このヘルメットに対しての風の当たりっていうのはちょっと大きくなったりとか、あと風切り音がちょっと大きくなるような傾向はあると思います。僕の身長とねちょっとやっぱ大きくなるかなっていう風に思いますね。さらに身長が高い人だとあまり気にならないのかもしれないですけれども、僕ぐらいの身長の人だとむしろちょっとヘルメットの風切り音は大きくなったなって感じるかもしれないです。ただこのスクリーンですね、取り付けが非常に簡単です。表側からビス4点で止めてる形になりますので、おそらくですね、アフターパーツメーカーからは出てるんじゃないかな。これだったら商品開発も簡単なので、もう少しサイズの大きいスクリーンとか、逆にもう少しサイズの小さいスクリーンとかも出てると思いますので、体格に合わせてねアフターパーツメーカーが販売しているスクリーンに付け替えちゃうっていうのもいいんじゃないかと思いますね。パーツの質感とミラーの見え方に関してなんですけど、まずパーツの質感に関しては、まあ、塗装は悪くはないけど良くはないって感じですかね。正直やっぱり国産の車両と比べると足付けがちょっと甘いなとかっていうのは感じます。まあ、インドの車両これぐらいの感じじゃないかな。 GB350 とかも塗装はこんな感じで、まあ、悪くはないけど良くはないかなっていう感じです。メッキに関してもそうですね、やっぱりちょっとバフが甘くてですね、目が残ってるなっていう感じはあります。ミラーは
とても見やすいですね。僕はこれぐらいのちょっと大きめのサイズのミラーが好きです。ただシャフトがこれ結構細いんですよね。僕の多分乗ってるクロスカブと同じぐらいのシャフトなんですけど、もうちょっと太いシャフトでも良かったんじゃないかなと個人的には思いますね。ただ今40キロとかで走ってる限りはですね、振動でミラーが見づらいとかそういったことも全くないですね。速度制限が60キロまでの幹線道路に出てきました。さあこの V ストローム 250SX のこの加速感に関してなんですけれども、これは非常に気持ちいいですね。結構ね、低回転から一気に高回転までぐわっとこう回転が上がっていく感じで、車体が非常に軽量に感じます。エンジンとフレームはジクサーと共通なんですけど、いろいろ装備が追加されてる分ですね、こちらの方が車両重量が重くはなってるんですけれども、2台並べてないから確実とは言えないですよ。ただ多分なんですけど、ジクサーの250と比べても軽快に走るような気がします。多分タイヤのサイズとかもあるんじゃないかと思いますね。フロントはこれ2インチアップしてるんですけど、フロントリアともにですね、タイヤの幅は遠めりつつ狭くなってるんですよね。タイヤは接地面が広くなる方が結構グリップ感っていうのはしっかり出るんですけど、加速しようと思った時の軽快さっていうのは狭い方が軽快な感じになるんですよね。これはその辺を狙ってるのかなと思いますね。ただね、オフ車っぽくないですね僕 CRF250 ラリー乗ってますけど、やっぱサスペンションの動きがどちらかっていうとなんかストファイとかネイキッドとかそっちに近いような感じがするんですよね。まあブロックタイヤを履いてますし、フロント19インチだし、車体もね軽量なので、多分普通に林道とかね行けちゃうバイクなんだとは思うんですけど、とにかくサスペンションの動きが結構固めで、これだったらなんか峠とかを走っても楽しいような気がしますね。あとこのナックルガードはですね、結構縦の幅が狭いんですよ。だからこれ意味あんのかな、もう本当にブッシュガードというか小枝とかからガードするっていう意味合いしかないんじゃないのかなと個人的には思ったんですけど、結構ねしっかり風当たりも防いでくれる感じがします。これからの時期に関してはね、結構指先どんどん冷たくなりますもんね。まあそういった時にですね、このナックルガード一つついてるだけでも結構効果があるんじゃないかと思いますね。でブレーキのタッチに関してはですね、こちらはバイブレのブレーキがついてるんですけども、バイブレのブレーキはですね基本的にやっぱり結構タッチがいいんですよね。さすがブレンボとここは言いたいですね。ただバイブレっていうのは多分ですけど、ブレンボ的にはちょっと買いブランドっていう位置づけなんだと思うんですよね。ただね、結構ねいつも思うんですけど、このバイブレのブレーキはタッチが良くてですねブレンボと比べてもそんなに遜色ないんじゃないのとか思っちゃうんですよね。まあ、ただブレンボみたいにねこうダブルディスクに4ポットキャリパーみたいなバイクには装備されていないので、まあ、そこは比べられはしないんですけど、ただねすごくいいような気がしますね。まあ、ハンドリングに関してはですね、普通に素直でニュートラルな感じではあるんですけど、やっぱフロントが19インチだからですかね、若干ちょっとタイヤが遠くにあるような感じはしますね。コーナーとか入っていくときにですね、ほんの少しですけどなんかよっこいしょっていう感じがあるんですよね。前後17インチのタイヤを履いてるストリートファイターのバイクみたいにシャカッシャカッって曲がっていく感じではなくてですね、まあ、若干なんですけど、まあ、抵抗というほどのものではないんですけどね、なんかよいしょっていう感じが多少はありますね。これは多分スズキの人に言ったら怒られちゃうんじゃないかなと思うんですけど、僕ジクサーのインプレの時にももしかしたら言ったかな、なんかこの揺れのエンジンってねカブみたいな感じがあるんですよね。このエンジンの回り方というか、このトコトコ感というかね、まあ、排気量がでっかくてね結構パワフルに加速はするんですけど、このなんかトコトコ感がねなんかねちょっとカブっぽい感じがあるんですよね。まあ、もしかしたらもう、こう限界まで倒せるような人とかだとワインディングとかではジクサー250の方が楽しいのかもしれないけど、まあ、僕みたいにそこまで腕がない人だったらこのエンジンの俊敏さだったらね、もしかしたらこっちの V ストローム 250SX の方がワインディングとか楽しいっていう人もいるんじゃないかと思いますね。さあそれではここからはですね、高速道路を走っていきたいと思います。せっかくなんでね、ちょっと下道では使わないぐらいの回転域まで3速キープで回してみたいと思います。あ、結構伸びますね。いい音する。なるほど、このエンジンは高回転だととてもいい音がします。カブみたいとか言ってマジでごめんなさい
このエンジンね、結構ね、低回転でとことこ走ってるとマジ株っぽいなと思ってたんですけど、高回転まで回すとね、とてもいい音がしますね。ほんとテンションが上がる音ですよ、ね、で回しても結構ついてくるな、パワーが。ちょっとびっくり。結構低速低回転寄りのエンジンなのかなと思ったんですけど、高回転まで回した時もパワーがしっかりついてくる感じで結構楽しいですね。あーで、やっぱね、ちょっとダンパーが弱いかな。この段差を超えた時のですね、収束させるダンパーがちょっと弱くてですね、突き上げ感っていうのが多少ありますね。あ、そうだ、これ確かね、プリロードの調整ができるんですよね。で、真ん中ぐらいに調整されてたので、まあ、僕はもうちょっと柔らかく調整してもいいかなとは思いますね。ワインディングとかゴリゴリ走りたいっていう人は逆にもうちょっと固めに調整してもいいのかもしれないですね。ちょっと回転数とスピードとかを見ていきたいと思います。だいたい6速でですね、80キロ巡航で5000回転ぐらいといった感じですね。ちょっと加速してみましょう。あー、すごいパワフルだな。で、100キロまで加速すると6200回転とかそれぐらいですかね。で、やっぱりね、結構これ安定感あります。まあ、今日はジクサ250乗ってないんで何とも言えないですけど、やっぱジクサ250とかと比べてもですね、高速道路の安定感とかっていうのはあるんじゃないかと思いますね。で、スクリーンがついてるので、やっぱ体に当たる絶対的な風の量っていうのも減ってるんですよね。なので、結構目的地に着いた時とかの疲れっていうのは、ジクサ250とこの V ストローム 250SX ではかなり違ってくるんじゃないかと思いますね。ナックルガードに関しては、下道では結構しっかり風を防いでくれてるなっていう感じはしたんですけれども、高速道路ではね、ちょっとやっぱ結構風が手に当たってる感じはしますね。もうちょっと大きめのナックルガードに付け替えてもいいのかもしれないです。まあ、6速5000回転ぐらいなんですけど、ここからちょっとアクセルをひねってもですね、しっかり加速がついてくる感じなので、これ結構楽しいな。いや、本当ワインディングとか持ってってちょっとスポーティーに走らせてもこのバイクは楽しいような気がしますね。 V ストロームの250とはやっぱちょっと違うんだな。 V ストロームの方がね、もうちょっとおとなしい感じがしますね。こっちのエンジンの方が突きが良くて、なんかパンパン走る感じなので、スポーティーに走らせようと思ったら V ストローム250よりこの V ストローム 250SX の方が楽しいような気がします。今回の走行での燃費を発表しようと思います。 V ストローム 250SE にはですね、燃費計がついております。今燃費計に表示されているのはリッターあたり 31.6kg ですね。タンク容量が12リッターなので、単純計算で360キロぐらいっていう感じなんですけど、まあ、ツーリングとかでね、高速道路とかをガンガン使った場合とかはまた違った燃費が出るんじゃないかと思うんですよね。機会があればね、ちょっと実際のツーリングとかでも使ってみたいなとは思っています。はい、というわけで今回は V ストローム 250SX の試乗レビューをしてみました。正直ね、僕が思ってた感じのバイクじゃなかったです。もっとね、ガンガンオフロード寄りのバイクなのかと思ったんですよ。 V ストローム250が結構ツアラーっぽい感じの車両で、オフ車っぽい感じじゃないんですよね。だからこの SX に関してはがっつりオフ車寄りに寄せたバイクなのかなって思ったんですよね。ただ思ってた以上にサスペンションがストロークしなくてですね、僕個人的な感想としてはどちらかというとストファイっぽいですね。イメージ的にはね、ジクサー250をもうちょっとツーリングしやすいバイクに仕立てたっていう感じに感じます。まあ、だからいわゆる SUV っぽい感じかな。だからツーリングとかで長距離走りたいっていう人はジクサーの250よりこちらの V ストローム 250SX の方が快適なんじゃないかと思いますね。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。 Twitter と Instagram もやっております。概要欄の一番下に URL ありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったって方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。